さんこんにちは、琴野ゆかです。今私はテレビでサッカーを見ていました。私はサッカーをしませんが、サッカーを見ます。好きです。サッカーを見るのが好きです。サッカーを見るのが好きです。それから私はサッカーをしませんが、運動します。好きです。運動するのが好きです。それから自転車に乗ります。好きです。自転車に乗るのが好きです。サッカーを見るのが好きです。運動するのが好きです。自転車に乗るのが好きです。見る、運動する、乗る。フォームは何ですか？ディクショナリーフォームですね。ディクショナリーフォームのが好きです。見るのが好きです。 I like watching。好きです。パーティコはいつもがですね。何々が好きです。何々が好きです。サッカーを見るのが好きです。じゃあ皆さんリピートしてみてください。サッカーを見るのが好きです。もう一度。サッカーを見るのが好きです。いいですね。好きです。好きの反対は何ですか？そうですね、嫌い。嫌いです。じゃあもう一つ練習しますね。でも嫌いですはちょっと強いです。嫌いです。だから今この練習で好きのネガティブ、好きじゃないです、好きじゃないですを使いましょう。いいですか？じゃあ何々のが好きです、何々のが好きじゃないです。皆さんのセンテンスを作ってください。絵を描きます。絵を描くのが好きです。描くのが好きじゃないです。お酒を飲みます。お酒を飲むのが好きです。飲むのが好きじゃないです。料理します。料理するのが好きです。料理するのが好きじゃないです。どうですか？皆さんできましたか？皆さんは日本語を話すのが好きですか？読むのが好きですか？書くのが好きですか？皆さんもコメント欄に皆さんのセンテンスを書いて私に教えてください。楽しみにしています。じゃあまた次のビデオで会いましょう。またね。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.